ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、どこかに面白い古代遺跡はないかしら？それなら山ほどあるぞ。パルテノン神殿、アンコールワット、マチュピチュ、ストーンヘンジ。そういうど定番じゃなくて、もっとミステリーあふれる面白い古代遺跡よ。みんなに話したら、さすが霊夢ちゃん、そんなの知ってるなんてすごい。ってなるようなやつ。なるほどな。じゃあ、謎めいた巨大な石の顔なんてどうだ？あとは、UFO が訪れる遺跡なんてのもあるぜ。そうそう、そういうのがいいのよ。ミステリーマニアの本能がくすぐられるわ。ではそんな霊夢のために、今回は未だ解明できない謎の古代遺跡4000を紹介していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、黄金鏡の守護神ハラクブトの顔。まずはじめに紹介するのは、こちらだぜ。世にも奇妙な石でできた巨大な顔。ハラクブトの顔だ。本当だ。緑に埋もれてるけど、確かに顔にしか見えないわ。でもハラクブトって誰なの？人の名前？ハラクブトというのはペルーのアマラカエリ自然保護区に住む民族だ。このハラクブトの顔は、ハラクブト族の聖地アマナにある、まるで周りを支配するかのような厳粛な顔つきで、滝の上から森を見下ろしているぜ。確かに迫力があるわね。これって自然にできたものなの？それともやっぱり石像？もしそうなら、誰が何のために作ったのかしら。それに関しては、学者たちの間でも意見が割れているようだな。ある研究者はこう言う。石のあちこちに、まるで原始的な道具で切り取られたかのような跡がある。周りにこの像と似たような石はない。また近くの川には、まるで石像を守るかのように岩が並べられ、石像が滝に打たれたり、嵐にさらされたりしないようになっている。だからこの石像は、人間が作ったものである。ふむ、一理あるわね。そして別の研究者はこう言う。これはあくまで、地質学的な作用により自然の力で生み出されたものだ。言い伝えがあるから、顔だと思ってみる。だから顔に見えるだけで、つまりは現地住民たちの思い込みである。その証拠に、石を正面から見てみると、顔には見えないだろう。確かにそうかもねー。どっちもありえそうでよくわからないわ。だが、この石の出所については、もう一つの説があるんだぜ。ハラクバトの顔は、もともとは神々に呪われたハラクブト族の男だったというんだ。なんなのその面白そうな説。元は人間だったのが、神様に石にされちゃったの？どうしてそんなことに？その男は極悪人だったとか？いや、おそらくそうではないだろう。霊夢、エルドラドって知ってるか？知らないけど、それ、今の話に関係ある？終わりだぜ。まずエルドラドというのは、南アメリカにあるとされる黄金郷だ。スペイン語で黄金の街を意味し、莫大な富を持つ伝説の都市を指している。街は金でできており、住民は砂金をまとい、彼らは多くの魔法の力を持っていたと言われているぞ。まさか、そんな夢みたいな街、本当にあるの？まだ見つかってはいないが、もしかしたらあるのかもしれない。16世紀にはエルドラドを見つけたと主張する探検家もいて、一時は世界地図にも描かれていたんだ。だがその後大陸中を調査しても見つからず、結局、地図上からは消し去られてしまった。でも、もしかしたら見逃してただけかもしれないわよね。ああ、そうだな。そしてその手がかりの一つが、この石像なんだぜ。ハラクバトの顔は、エルドラドの守護神とされている。神々はハラクバト族の男を石像に変えたが、その理由はエルドラドの入り口を守るためだったんだ。待って、それはつまり、この石がある場所は黄金の町の入り口ってこと？そうなるな。ハラクブト族の話では、森にはまだ見つかっていない巨大な顔があと二つあるらしい。それらは古代の地下通路で繋がっており、彼らの先祖代々の都市、おそらくはエルドラドに繋がっているというぞ。ねえ、どうやったらそこに行けるのか教えてちょうだい。今すぐ行ってくる。残念ながら、そこにたどり着く方法を知っていた人は全員亡くなっているそうだぜ。ガーン、そんな、私は諦めないわよ。いつかハラクブトの顔に行って、必ずエルドラドを見つけるわ。すごい息だな。まあ、無理のない範囲で頑張ってくれ。史上最大の建造物ジョルーラのピラミッド。続いて紹介するのは、メキシコの古代遺跡、ジョルーラの大ピラミッドだ。いやいやピラミッドって、思いっきり有名どころじゃないの。私が知りたいのは知る人ぞ知るミステリー遺跡なのよ。では聞くが、霊夢が今イメージしたのはどこのピラミッドだ？決まってるでしょ？ピラミッドといえば、ミイラとツタンカーメンとスフィンクスがいる、エジプトのピラミッドよ。確かに有名なのは、エジプトのギザのピラミッドだろう。だが、真の世界一のピラミッドは、このチョルーラのピラミッドかもしれない。チョルーラのピラミッドは、超古代文明が生み出した世界最大の建造物なんだぜ。そう言われても、全然イメージできないわ。っていうかチョルーラって何？チ
チョルーラは、世界文化遺産都市として有名な、コトプエブラの郊外にある、メキシコの歴史において重要な場所の一つであり、25世紀以上の歴史を持つメキシコ最古都市だぜ。そんなに古い都市なら、ものすごく古くて素敵な遺跡がたくさんありそうね。これは期待できそうだわ。メキシコはかつて古代文明が栄えた国で、建設されたピラミッドは数千とも言われている。その中でも最大とされるのが、チョルーラの大ピラミッドだ。では、その姿を見てもらおう。チョルーラの大ピラミッドは、ワクワク、ワクワク、これだ。ピラミッドどこ？緑の丘しか見えないけど。確かに丘だが、ただの丘じゃない。実はチョルーラのピラミッドは、地下に埋まっているんだぜ。じゃあ、この丘の下にはピラミッドがあるってこと？ああ、そうだ。現在は草木が生えて輪郭がぼやけてしまっているが、かつては4箇所の急勾配の階段が天に向かって伸びる、大ピラミッド神殿だった。現在の高さは66メートルあり、建てられた当初は80メートルの高さがあったと言われている。これは現代の建物で言えば、20階程度の超高層ビルに匹敵するぜ。階段で一番上まで登ったらもうバテバテだわ。あれ？でも、確かエジプトのピラミッドって高さ100メートル以上じゃなかった？お、さすがよく知ってるな。ギザの大ピラミッドは、完成時の高さで 146.6 メートルだぜ。えっへん。まあミステリーハンターたるもの、これくらい知ってて当然。じゃなくて、それならやっぱりギザの方が大きいんじゃないの？世界最大って言ってたのは何だったのよ？確かに高さではギザのピラミッドの方が上だが、チョルーラのピラミッドはとにかくそこが大きいんだ。ほぼ正方形の形をしていて、底辺はなんと439メートルもある。一方のギザのピラミッドの底辺は、約230メートルだぜ。そこの大きさ対決なら、チョルーラの圧勝ね。計算結果によると、その体積は300万立方メートルもあるとされている。世界には他にもいくつかの巨大ピラミッドが確認されているが、体積で言えばこのチョルーラのピラミッドが現状の世界最大だ。さらには、これまで地球で作られた中でも最大の建物と呼ばれているんだぜ。人類の歴史上最大の建物が今ここに、なんだか感動だわ。さらにこのピラミッドがエジプトに勝っている点がもう一つある。チョルーラのピラミッドは、古代エジプトよりもはるか昔に作られた、超古代文明の遺跡である可能性があるんだぜ。確かエジプトのピラミッドでも紀元前数千年。それを超えるってどれだけ昔なの？チョルーラの大ピラミッドがある地域は、紀元前300年頃から発展が始まったとされている。だが、著名作家グラハム・ハンコック氏の考察によると、そこからさらに数千年前に、他の古い建造物がこの場所に建てられていて、その上に現在の階段ピラミッドが建てられているようなんだ。でもその人が言ってるだけなのよね？もしかしたら勘違いの可能性もあるんじゃない？だがハンコック氏はただの憶測で見解を述べているわけではないんだぜ。チョルーラのピラミッドから100キロほど離れたメキシコシティに、古いピラミッド遺跡がある。この古いピラミッド遺跡は今では溶岩に埋もれているんだが、地質学者が調査した結果、驚くべきことが分かった。遺跡を埋め尽くした溶岩は、少なくとも7000年以上前の火山爆発による溶岩だったんだ。つまりこのピラミッドは、その7000年以上前の火山爆発のさらに前からあるってこと？そういうことだ。その後、遺跡を調査した考古学者は、この場所が8500年前の遺跡であるという結論を出した。これが本当ならば、メキシコにはエジプトよりもはるかに古い超古代文明が存在していたことになるぜ。ということは、もしかしたらチョルーラのピラミッドも、その8500年前の超古代文明が作ったものかもしれないのね。でも、本当にそんなに古い文明がここまで巨大なピラミッドを作ったのかしら？いや、このピラミッドは一つの文明によって作り上げられたものではないぜ。チョルーラのピラミッドは、ピラミッドの中にまたピラミッドがある多重構造をしている。これは、最初のピラミッドが建造されてから複数の文明に受け継がれていき、その度にピラミッドが増築されて底辺も広げられたためだと考えられているぞ。いくつもの文明を見てきたピラミッドか、そう考えると、なおさらロマンを感じるわ。でもどうしてピラミッドは地下に埋まってしまったの？それには、この地に起きた悲劇が関係しているんだぜ。時を遡り16世紀。当時のチョルーラは、アステカ帝国の衛星都市として栄えていた。住民たちは古くから中南米に伝わるケツァルコアトル神を崇拝し、チョルーラはその大神殿のピラミッドがある聖地だった。偉大な神様を崇めながら、平和に暮らしていたのね。そこへやってきたのは、スペイン人だ。先ほどの現在のピラミッドを見てみよう。頂上に建物があるだろう？綺麗なお城があるわ。あれはお城ではなく、教会だ。
チョルーラを占拠したスペイン人は、ピラミッド頂上にあった元の神殿を破壊して、ピラミッドを埋め立て、その上にカトリック教会を建てたんだ。住民の信仰の象徴を壊して、自分たちの神の象徴を建てたのね。その後月日が流れて緑が芽生え、ピラミッドが眠る丘が完成したんだぜ。一説によると、こんな話が残っている。悲劇の始まりは、スペイン人が征服にやってきた時、白い肌を持つスペイン人を見て、ケツァルコアトル神が帰ってきたと誤解してしまったことだった。なぜなら、彼らの神話では、ケツァルコアトル神は、東の海から部下を連れて戻ってくると言い伝えられていたからだ。でも、実際にやってきたのは武器を持ったスペイン人だった。そんなこととはつゆ知らず信仰深いチョルーラの住民は、スペイン人たちを神殿の中庭に案内した。神が戻ってきた、盛大におもてなしして差し上げねば。豪華なご馳走まで振る舞って、彼らを手厚く歓待したのだろう。だがスペイン人たちは、そんなチョルーラの人々を騙し討ちにし、その場にいた3000人以上の命を無慈悲に奪った。町の遺跡や施設も手当たり次第に破壊し、貴重な古書も山のように積み上げて焼き払ってしまった。こうしてスペイン人たちは、チョルーラの都市を丸ごと根絶やしにしてしまったという。そんな悲惨な歴史が、今の美しい町の景観からは想像できないわね。なお、ピラミッド内部には全長8キロにも及ぶトンネルが掘られていて、現在でも発掘調査が行われている。その一部は一般公開されていて、見学ができるぞ。本当？ぜひ行ってみたいわ。ただし内部は劣化が進んでいて、ボロボロと崩れ落ちかかっているところもあり、実際に十数年前には崩落事故があったそうだ。もし行くなら、あくまで自己責任で頼むぜ。探検に多少の危険はつきものよ。今度の遺跡探検旅行の第一候補地にさせていただくわ。3、宇宙人が作った、プマプンク遺跡。次に紹介するのは、巨石遺跡プマプンク遺跡だ。この遺跡はもしかすると、宇宙人が建てた遺跡なのかもしれない。いや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 、さすがにそれはないでしょ。ミステリー溢れる遺跡がいいとは言ったけど、いくらなんでも宇宙人はないわ。だがこの遺跡には、そうとしか考えられない不思議がたくさんあるんだぜ。本当に宇宙人？詳しく聞かせてちょうだい。南アフリカ大陸のチチカカ湖の南、標高4000メートルを超える場所に、ではなく遺跡という遺跡群がある、その中の一つがプマプンク遺跡だ。この場所には紀元前1から2世紀頃に文化が形成され、最盛期は、約750年から800年頃から、1000年前後から1100年頃と見られている。しかしもしかすると、遺跡が作られたのはもっともっと昔かもしれない。どれくらい前なの？考古学者で探検家でもあるアーサー氏は、50年にわたってではなく遺跡群を研究し、遺跡が作られた年代を割り出した。なんと、紀元前約1万5000年前だという結果が出たぞ。とうとう1万の大台突破、今までの最古記録更新ね。1万5000年前といえば、地球がようやく氷河期の終わりに差し掛かり、人類の歴史で言えば後期石器時代に突入した頃だ。他の科学者によって綿密な検証が行われ、やはりこの結果は正しいとの結論が出たぜ。ありえない、石器時代にどうやったら、こんなすごい遺跡が作れるのよ。誰もがそう思うよな。だからこそ、宇宙人説が持ち出されたんだと思われるぜ。地球人にできないなら宇宙人しかいないってわけね。遺跡を発見したのは、今回もスペイン人だ。時を遡り、16世紀。スペインの征服者たちが、この地を訪れた。周りは広い高原で周囲に石もなく、木々さえも生えていない。まさに荒野とも言うべき場所に、彼らは打ち捨てられた遺跡を見つけた。過去には立派だったであろう建築物の廃墟群。この廃墟群は手はなくと呼ばれる。一体何が現れるのかしら、ドキドキするわね。この地を訪れたスペインの征服者たちは驚愕した。有20トンは超えるであろう巨大な石が、あちこちの土に埋もれていたんだ。しかもただの石ではない。巨大な基壇に、一枚岩で作られた巨大な門、そして並べられた謎のブロック。それらの石には、精巧な細工が施されていたんだ。だが、地元のインディオであるアイマラ族は笑っていった。作ったのは我々じゃない。ここは我々が来るよりはるか昔に建てられたのだ。原住民たちがやって来るよりも前？じゃあ誰がこんなに壮大な遺跡を作ったの？アイマラ族は言う。この遺跡は、巨人族が作った。巨石は落下の音により空中に浮き運ばれたのだ。とな、巨人、宇宙人に負けず劣らずのとんでも説ね。そのインディアンたち、スペイン人をからかおうとしたんじゃないかしら。しかし実際問題として、彼らにはそのような石を作り上げるような知識も技術もないと思われた。石材をよく見ると、角は機械で加工されたようにほぼ直角の90度に切られている。
曲がることなく直線に敷かれた溝の中には、等間隔に小さな穴が開き、中には紙一枚も挟めないほど複雑に組み合わされたものもある。特に注目すべきは、巨大な石が H 型に切り抜かれた H 型ブロックだ。これもやはり精密な造形をしており、まるで工場で作られたように同じ型の精巧な H 型ブロックが、遺跡のあちらこちらに打ち捨てられていたんだぜ。想像するだけで奇妙な光景だわ。一つの石のブロックは100トン以上の重さがあり、しかも石の材質は安山岩という火山岩の一種で、大理石よりも硬い硬度を持っている。この重量と硬さの石でこれほどの精巧な加工を施すのは、現代の工場でも難しいだろう。確かに、インディアンたちが作れそうな代物じゃなさそうね。そうなんだよ。さらに、石をどうやって運んだのかという問題もある。そっか、遺跡があるのは、石も木もない荒野のど真ん中なのよね。どこかから石を持ってきたはずだわ。石を切り出したと思われる石切り場はすでに判明しているが、その場所は遺跡から直線距離にして 80km ほど離れた山中だった。運搬方法についてはいくつか説があり、その一つは木の丸太をコロにして運んだというものだ。え、でもこの辺には木がないのよね。今度は丸太をどこから持ってきたかがわからなくない？その通りだ。他の学者からも同じような意見が出て、丸太のコロ説は怪しい感じだぜ。また、最近になって巨石は運河を利用してイカダで運ばれたという説が上がった。しかし遺跡近辺の運河は、チチカカ湖とティワナクを結ぶ総延長 20km のものしかないため、やはり説としては弱いとされているぜ。当時の人々に石の加工は難しくて、そもそも運ぶことができたかも怪しいと、考えれば考えるほど、わけがわからないわね。こうして導き出された結論がこれだ。ティワナクの人々は、何かしらの素晴らしいテクノロジーを持っていたのではないか。もしかしたら、そのテクノロジーは、地球外からもたらされたのではないか。はるか昔、ティナワクの人々は宇宙人の来訪を受け、彼らにテクノロジーを授かったのではないか。私もそう思うわ。ありえないようだけど、それしか考えられないわよね。あるいはこんな説もある。そもそも、この遺跡を作ったのは宇宙人なのではないか。人間にテクノロジーを教えるんじゃなくて、宇宙人自ら作っちゃったってことね。確かに、その方が話が早そうだわ。ではなく遺跡群には、プマプンクの他にも赤パナ、カラササや、半地下神殿などの多くの遺跡がある。どれも見事な造形の立派な遺跡なんだが、プマプンクと並べてみてみると、何か違うんだ。言われてみれば、なんというか、作りたいもののベクトルが違う気がするわ。加えて、遺跡の位置も気になるところだ。他の遺跡はまとまった場所に建てられているが、プマプンクだけは 1km ほど離れている。何かプマプンクだけが特別扱いされる理由があったのかしら。このような特異感からか、プマプンクはではなく遺跡群から、切り離して考えるべきだと主張するものが現れた。そして、プマプンクを作ったものとではなくを作ったものは別の存在であるとの意見が生まれたんだ。そうよ、アイマラ族も言ってたわ。自分たちが作ったんじゃないって。プマプンクだけは別の時代に建てられていて、それを作ったのは宇宙人だったかもしれないな。知恵を授けたにせよ自ら作ったにせよ、少なくとも何らかの形で宇宙人が関わっている。それを示しているのは他ならぬ、遺跡の石そのものかもしれないぜ。石にも何か不思議があるの？プマプンクの石を分析した結果、石は磁気を帯びていることが分かった。そのせいで、この遺跡には磁気異常が見られるらしいんだ。実際にプマプンクの巨石に方位磁石を置くと、針があらぬ方向を示してしまい、特に H 型の巨石はその揺れが激しいとされる。ふーん、磁石が使えないと、中で迷子になったら困るわね。でもそれがどうしたの？磁気異常というのは、UFO と関連付けられることが多いんだ。例えば日本の福島市にある仙山森は異常に磁気が強く、方位地震が全く機能しないポイントがいくつかあると言われている。この場所では UFO の目撃情報が多く、山そのものが UFO 基地になっているのではないかと噂されているぜ。じゃあもしかして、プマタンク遺跡を作った人間だか宇宙人だかは、UFO が来る時のためにわざとそういう石を選んだの？ああ、その可能性は捨てきれないだろうな。もしかしたらいつかまた、プマプンク遺跡に宇宙人が現れるかもしれないわ。これはいかないわけにはいかないわね。4. 石の要塞オヤンタイタンの遺跡。最後に紹介するのは、ペルーに残る巨石遺跡。渓谷に作られた巨大な石の要塞、オヤンタイタンの遺跡だ。かつての古代インカ帝国の首都クスコから車で約2時間離れた、標高2800メートルのアンデス山中。インカの聖なる谷の最西端に、美しいオヤンタイタンボという村がある。なんだかおとぎ話の世界みたいね。ちなみにオヤンタイタンボという奇妙な名前の由来だが、
オランタイ田んぼはインカの将軍の名前。そして田んぼとは、現地の言葉で畑ごという意味を持つらしい。インカ帝国は交通インフラが発達していたことで知られていて、国全体にわたって網の目のように街道が張り巡らされ、いくつもの旗子が置かれていたんだ。じゃあオランタイ田んぼは、将軍様の旗子みたいな感じかしら。きっと、当時の人たちが旅の疲れを癒す大事な場所だったのね。しかしこの場所は、侵略者であるスペイン軍を撃退した難攻不落の要塞でもあった。では、いよいよ遺跡探検に出発するぜ。オランタイ田んぼの村の横、谷の中央には壮大な段々畑がそびえ立っている。一段が2、3メートルあり、20段ほど続く巨大な石の段々畑だ。見上げるばかりの石の階段。ここがオランタイ田んぼ遺跡なの？ああ、そうだ。驚くべきは、やはりその精密さだろう。あらゆる形の巨大な岩が、髪の毛一本も通さないほどにぴったり組み合わされ、石と石をつなぐ材料も使われていないんだぜ。まるで石でジグソーパズルをやっているみたいね。なんだか、さっきのプマプンク遺跡に通ずるものがあるわ。石段を登り切った頂上には広場があり、表面がすべすべした巨石がゴロゴロと転がっている。その中央にあるのが、この要塞が要塞と呼ばれるゆえん。6つの超巨大な石で作られた見事な石の壁だ。これは、まさしく、征服者の行く手を阻む要塞だわ。写真じゃいまいちわからないけど、この壁ってどれくらいの大きさなの？壁全体の大きさは、高さ10メートル、横5メートルほどだ。推定80トンの岩とそれに連なる5枚の岩石。それとそれぞれのつなぎ目にある干渉岩が高度な石組み技術によって並べられ、寸分の隙もない強固な壁となっているぜ。きっとこの壁を使って敵の侵略を防いだのね。ここには、どんな歴史が隠れているのかしら？時を遡り、15世紀。当時のインカ帝国は皇帝パチャクテクが支配しており、周りより古くて大きな文明を征服して急速に拡大していた。パチャクテクは敵地の近くに要塞化された村を建設し、攻め落とすための準備を進めていた。おそらくオランタイ田んぼも、その一つだったのだろう。しかし、インカ帝国の栄華は長くは続かなかった。16世紀になると、スペイン人が攻めてきたのね。その通りだ。スペイン軍の侵略を受け、インカ帝国最後の皇帝カパック2世が率いるインカ軍は、首都クスコからオランタイ田んぼに逃れてきた。インカ軍は要塞化された段丘の足元にあったトウモロコシ畑を水没させて、スペイン軍の行く手を阻み、上から岩石を投げつけて撃退したという。さすがのスペイン軍も、頭上から攻撃されたらどうにもならないわね。しかしこの攻撃も、あくまで一時しのぎでしかない。どうあがいてもスペイン軍の戦場と武器には勝てないと判断したインカ軍は、要塞を放棄してジャングルの奥深くへと退却した。その後もインカ軍は抵抗を続けたが、最後にはスペイン軍に支配されることになったんだぜ。ああ、無情。そしてここからが、このオランタイ田んぼ遺跡のミステリーポイントだ。まずは一つ目。6個の巨石は平均すると高さ4メートル、幅 2.5 メートル、厚さ 5.2 メートルもある。そして重さは最大80トン、最小でも50トンとかなり大きい。これほどの巨大な石を、一体どこから持ってきたのだろうか？人の手で持ち上げて運ぶのは無理っぽいわよね。引っ張ってきたとか、周りにそれっぽい場所はないの？すぐ近くにはないな。この石の壁は花崗岩という硬い岩石でできているんだが、遺跡の周りに自然の花崗岩は存在していない。だが、遺跡がある丘の150メートル下を流れるウルバンバ川の対岸の山中には、巨大な花崗岩が多く存在している。だったら、そこから持ってきたんじゃないの？だが、この石切り場から壁がある場所までは直線距離で約10キロも離れていて、実際に巨石を運搬しようとすれば、約15キロもの距離を運ばなければならない。それに繰り返すようだが、石切り場があるのは遺跡から山を下って川を渡った対岸の山の上だ。石切り場から遺跡まで石を運ぶには、まず向こうの山から石を引きずって下ろして、平地の約10キロの道のりを進み、水流の速いウルバンバ川を渡り、さらに高さ150メートル地点の頂上まで急斜面を登って石を引き上げなければならない。クレーンとか、トラックとか、は、ないな。少なくとも公式の歴史によると、古代の中南米に車輪や滑車はなく、運搬方法はロープ、丸太の頃、山、人間の腕力しかなかったと考えられる。それじゃあどう考えても運べるはずはないわね。そういうわけで、当時の人々はどのようにして巨石を運んだのか、謎のままになっているぜ。二つ目のミステリーポイントは、巨大な花崗岩の塊からどうやって巨石を切り出し、成形加工したのかだ。切り出した？加工？落ちてた石をそのまま持ってきたんじゃないの？いや、おそらくそれはありえないだろう。壁を作っている6つの巨石を含め、オランタイ田んぼの建造物の基礎になっている石組みは、
石同士の隙間が全くなく、あたかもパンを切って重ねたように完全に接合されている。1986年、アメリカの研究者がオヤンタイタンボを含む多くのインカ文明の遺跡を調査した。結果、あらゆる建造物が加工された切石でできていて、幾何学的に極めて正確に切断されていること。さらに、切石の表面の結晶構造と鉱物成分が変質していることが分かったんだ。普通に切るだけじゃ、成分が変わったりしないわよね。どうやって切ったらそんな風になるの？この事実を発見した研究者は、なかなか斬新な説を唱えているぜ。インカの古代人は、超高熱エネルギーを用いたレーザーを使って巨石を切断したのではないかというんだ。またとんでもな説を。レーザーなんて近代的なもの、古代人が作れたはずないでしょうに。もちろんガチのレーザーってわけじゃないぜ。この説によれば、太陽信仰に伴う黄金文化を持っていたインカでは、太陽の光をレーザーのように使っていたという。まずは鏡のような巨大な黄金星、もしくは金張りの凹面鏡に太陽光線を集め、それによってできた超高熱のビームを石に当てて、切断加工したのではないかとしているぞ。硬い石を光の力で切断してしまうってことは、よっぽど強力なビームだったのね。だけどこれが事実だとして、古代インカ人はその技術をどのようにして手にしたのかしら。歴史考古学の世界では、インカ文明自体が超古代のプレインカ時代に由来する、種々の文化文明を発展継承してきた文明だというのが定説になっている。巨石の運搬と加工を行う技術も、プレインカから受け継がれたものなのかもしれない。でもそうなると、プレインカの人たちはどこからその知識を得たのかって話になるでしょ？私、思うんだけど。うん？なんだ？やっぱり、これも宇宙人の仕業なんじゃない？プマプンク遺跡と同じように、宇宙人が石を切ったり運んだりする技術を教えたのよ。確かに可能性としてはありよりのありだな。今後の調査によって事実が解明されるのを期待したいところだぜ。さて、今回は未だ解明できない謎の古代遺跡について紹介したけど、どうだった？本当に不思議な場所ばかりだったわ。私としてはやっぱり宇宙人説を推したいわね。だってその方がロマンがあるもの。私は、今は滅びた古代人たちが実は、超高度なテクノロジーを生み出していた説に一票だぜ。果たしてこの遺跡はいかにして生み出されたのか。早速その謎に思いを馳せながら、遺跡探検にレッツゴーよ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。